シリーズ4日目対戦メニュー一般戦が終了しまして、ここからは今日のメインカード、まずは1つ目準優第10レース水面上対戦メンバーは1号艇林義則、2号艇松田裕樹、3号艇長谷川充、4号艇武田達也、5号艇木山和幸、6号艇前田光明、以上の6選手が争います。6号艇の前田は定段離れています。インコースは1号艇の林義則です。初日は連勝発進決めて、昨日は4コースと5コースから1着3着取りました。1号艇の林、絶好枠人気を集めています。そして隣にコース2号艇の松田裕樹です。2号艇の松田、予選最終日は3コースと4コースから1着2着でまとめました。3コースには3号艇の長谷川充です。長谷川充は2日目3日目と白星マークしています。4コース角には4号艇の武田達也です。武田もここまで2つの白星上げています。5コースは5号艇の木山和幸、大外6コース6号艇の前田光明、チルトは 0.5 度。新入院から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。インコース1号艇の林、5号艇の木山、いいスタート。1周1マーク、1号艇の林、好スタートから逃げる。4号艇の武田、そして内からは2号艇の松田に3号艇の長谷川、バックストレッチ逃げる1号艇林が先頭。2番手2号艇の松田、外からは4号艇の武田は一定審査。さらに内からは3号艇の長谷川伸ばしてきます。後方5号艇木山、6号艇前田、スタート正常でした。1周2マークの旋回、1号艇 林がトップ。2番手先取ってきた3号艇の長谷川、内からは2号艇の松田、2号艇の松田が単独2番手、その後ろ3番手は3号艇長谷川、4号艇武田の争いです。3号艇の長谷川わずかに体勢優勢ですが、4号艇の武田が伸ばしていきます。4号艇武田、そして3号艇長谷川、2周1マーク、3番手争い、4号艇武田打ち回って外握っていったのは3号艇の長谷川、バックストレッチ3番手争い続きます。内4号艇の武田と外は3号艇の長谷川です。先頭は1号艇の林、2番手2号艇松田、2周2マークの旋回です。3番手には4号艇の武田、そして3号艇の長谷川握っていく。内5号艇の木山も小さく待って差を詰めていきますが、ホーム直線コース3号艇の長谷川振り切ってます。4号艇の武田、2艇新リードを取っての3番手、レースこれから最終周回です。1号艇廃止、2号艇松田、そして3番手4号艇の武田の内からパス、3号艇の長谷川、角度をつけては5号艇の木山、バックストレッチ4号艇の武田が粘っています。3番手2艇新から3艇新差で5号艇木山、さらには3号艇の長谷川ですが、4号艇の武田が最後のバックストレッチ3番手。ラストターンマークの旋回です。人気に応えて先頭1号艇林、2番手は2号艇の松田、3番手は4号艇の武田が守りきって直線コース間もなくゴールです。人気に応えました。先頭1番の林ゴリ、7番松田ゴリ、4番武田ゴリ、5番木山、3番の長谷川、内外離れて際どくなりました。接戦です。ラストは6番の前田ゴリ。